よ、いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。
ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切ってまいれ。さすれば。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様も、やっと屍になれたかね。けれど、何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかい。そういう怨嗟が、どこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそ、あんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、もう行き。ばばが何を語ろうが、戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。さあ、もうばば、あん、そう。
狼殿。かつてアシナに。では。さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。
巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは、己の内に留めておくもんじゃ。物資殿は、そこの仏で、何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見えん。一面の、アシナを焼き尽くすような、炎。それは、この話は、しまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。じゃが、傷がうずくのよ。その左腕か。この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ、信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもそれ。牙の形を増やしたきゃ、せいぜい人具を探すこったな。乗りかかった船じゃ。仕込むことだけはしてやろう。物資殿の竜害、治ったようです。ああ。これを物資殿に渡してください。これは。あの人の好きなお茶です。会期祝いに良いでしょう。茶を持ってきた。そうか。まったく、世話焼きやがって。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでると。エマの父を思い出す。エマ殿の父上とは？道元。あいつは、希代のクス氏だった。そして、からくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちと、ふざけた奴だが、わしの恩人よ。ああ。お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今は
お前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした？忍び義手をまともに動かす修練者といってな、絵馬にせがまれ駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば忍び義手は道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見？ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。わしが掘るほど、おんそれ、からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ使え。狼殿。かつてアシナに、そしは、では。そこもとか、それがしを使い、この社に現、そこの再生、またく、そこも。
毎度旦那、さあ買っていってくれ。アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら。切ってまいれ。さすれば。さあ、ババ、あんた、そういう。一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎がおれど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。
ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。
本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうてな。おう、ネズミを飼ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。
これは芦名流じゃ。流派といっても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。芦名流、流派といっても堅ね。さあ、まあそういう